皆さんこんにちは、少女の近藤でございます。今日はですね、僕の友人で、まあね、日本一進んだ事務所なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってる、まあ働き方、もう働き方のね、もう最先端を言ってる先生がいるので、ちょっとね、その方のね、紹介をしてみたいと思います。本人でもね、承諾取ってますので、横浜の先生なんですけれども、もともとはですね、普通の事務所だったんです。不動産屋さんからの決済が回ってきます。銀行から担保設定の仕事が来ます。で、まあ時々会社の仕事が来て、まあ相続とかもね、紹介されれば相続もやる、まあいわゆる普通の事務所だったと思います。でね、まあ忙しくしたみたいなんですけども、ある日ですね、その一番太いお客さん、不動産屋さん、不動産の売買のね、決済がこう毎月たくさん定期的に来るような会社からですね、仕事がね、急に来なくなったそうなんです。でね、おかしいっていうことで、まあ、会社に問い合わせをしたらですね、少々事務所をですね、ちょっと整理することになって、お宅にはもう頼みません。ってそう言われちゃったみたいなんです。でもこれはね、どうしようもないです。動かしようもないこと。で、彼は、もう売上のね、年間の売上の何割っていうものを占める、仕事をですね、自分には何の落ちてもないのに、会社の方針の変更一つで、一夜にして売上を失ってしまったっていう結果になったわけです。で、彼はですね、まあ、こういうね、お願い営業、別にどこに頼んだっていいんだけど、まあ、お宅に頼んであげるよっていうのをお願いしてやらせてくださいって言ってお願いするっていうようなね、スタイルの仕事はもう嫌だっていうふうに思ったみたいなんです、その時。で、彼は、そこからですね、相続の生前対策に完全にターゲットを絞って、まあ、ブログで情報発信、セミナーをやる、YouTube をやる、ホームページを自分でどんどん作って自分で SEO 対策をする。それもですね、どんどん自分で調べたりとか、セミナーを受けに行ったりとかして、あまり外部に発注しない、したりしないで、自分でどん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 作ってます。で、お客さんをですね、セミナーに来ていただいて、で、その来ていただいたお客さんに対して、こう、どんどん提案をして仕事を取っていくっていうスタイルに転換しました。で、今はですね、もう完全にそのスタイルが定着していて、なんで僕この動画撮ろうかって思ったかっていうとですね、それきっかけがあるんですよ。先週の金曜日かな。その先生と二人でね、ズーム飲みをやったんです。二人で。その時に、いや、明日から宮古島なんですよって言うんですよ。あ、で、あ、旅行ですかって言ったら、いや、仕事です。宮古島で仕事なんですかって言ったら、一週間宮古島に行って、そこでテレワークをするって言うんですよ。そこでセミナーも、オンラインセミナーもそこから発信するし、ブログもそこで書く。別にどこだっていいんですっていう話なんです。すごくないですか？それで、オンラインでセミナーをやって、で、そのお客さんに対しての提案は事務所の方でどんどんやってくれるって、そういう、もう地位を作ってしまったっていうことです。で、セミナーの他にもですね、オンラインサロンっていうのを持っていて、来てくれるお客さんは、まあ、事業とか不動産業者さん、そういった方たちを、こう、月額何万円っていうような会費制で、情報を提供して、今オンラインですけれども、こう集まっていただいて、こう、セミナーをするっていうような形で、月額いくらってことでね、もうな、会員も100人近くいるっていうふうにおっしゃってましたね。ですからもう、変な話、自分にこう、能力があって、自分にしかない能力があって、それを提案する、発信する力があって、で、それに対してお金を払ってくれる人っていうのが100人いれば、もう、変な話、生活していくことはもう全然できちゃうわけですよね。そういう働き方をもうすでに手に入れた少女しかいます。これね、すごいですよね。僕なんか到底そこまではいかないですけど、もう本当夢のような仕事、地位だなっていうふうに思います。もう本当ね、僕もそっち目指したいなと、もう僕も本当ね、尊敬してますね。で、何かね、こう何て言うんですか、誰かの模倣してそういう風になったわけじゃないっていうのがね、その先生のすごいところ。もうね、どんどんその海外とかにも出かけてっていろんなものを見に行っちゃうし、そこから吸収して、自分なりにこう整理をして、で、それを実現していく。もうね、いろんなことをやります、その先生は。で、どん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 自分なりのスタイルを固めていって、今はもう完全にね、自由な、働き方。それから、誰かにね、こう簡単に、変わられちゃうような、取り替えられちゃうような、ことじゃない、自分にしかできないオンリーワンの仕事、提案力っていうものを手に入れたなっていうふうに思います。
まあね、そういう司法書士さんがいるんだってことをね、ぜひね、知っていただきたいなと思います。これ別に司法書士に限らないと思いますよ。自分の専門知識っていうのをどんどん深めていって、で、それをちゃんと、外部に発信していく。で、それをマネタイズするっていうことがね、できる人っていうのがやっぱりね、これからの時代、アフターコロナの時代はね、強いんじゃないかなっていうふうに思います。今日はね、僕の友人の働き方、ご紹介させていただきました。ありがとうございました。